こんにちは、吉井出です。借金がつらい、もうすべて終わりにしたい、まあ、そんなことを考えているそこのあなた、まあ、僕も自己破産前は同じことを考えていました。自己破産をすれば借金がつらいという感覚はなくなりますけれども、やはり人間は生きているとふと過去のことを思い出すことがあります。で、その時に思うことは、なんで借金なんてしちゃったんだろうなとか、まさか自分が自己破産をするなんてっていうふうに、まあ、数ある過去の記憶の中でも必ず自己破産をしたことを思い出してしまいます。一般人の自分からしたら自己破産というのはそれほどインパクトがでかい出来事だったんだと思います。やはり自己破産をしたことを思い出すのは気分的にはいいものではないですよね。まあ、コメントでもよくいただくんですけど、まあ、クズとか、まあ、最低とか、まあ、そういったコメントをいただくんですけど、まあ、正論すぎて何も言い返せないっていうのが、まあ、正直なところです。まあ、その通りだと思うわけですよ。で、自分でもやっぱりそうだと思うんですけれども、他人から言われるとやっぱり辛いですよね。まあ、自業自得なんですけどね。で、今借金で苦しんでる方の中にも、自分は借金をしていて最低だなとか、なんて愚かな人間なんだっていうふうに考えてる方もいると思います。まあ、いわゆる自己否定に陥っている方がいると思うんですね。で、自己否定っていうのはメンタル的にはものすごく悪いです。なので、今日は借金で自己否定に陥っている人が、まあ、少しでも元気になれるようなお話をしたいなと思います。で、吉井出の体験をただ語るだけだと説得力がありませんから、まあ、科学的なエビデンスを出しながら、借金をしてしまう人って実はこんないいところもあるんだよとか、普通の人よりもこういうところが優れているんだよっていうふうに、皆さんが少しでも自己肯定ができるようなお話をしていきます。この話を聞いた後に少しでも皆さんの中に元気が戻れば嬉しいです。ほっとしていただければ嬉しいです。で、先ほどもお話しした通り、多重債務に陥っている人って、まあ、自分って本当にバカだなとか最低だなとか、まあ、そういうふうにですね、考えている方っていうのが結構いると思うんですね。で、僕も自己破産をして借金がなくなりましたが、やっぱり未だに自己否定をしてしまいます。ただ借金をしやすい人っていうのは普通の人と比べるととても協調性が高いというふうに言われているんですね。協調性っていうのは行動や態度を周囲に合わせることを言いますが、仕事をする上ではめちゃくちゃ重要な能力の一つですよね。で、多重債務に陥る方っていうのは実はこの協調性がすごく高い人が多いと言われています。まあ、一言で言うとすごくいい人なんですよ。コロンビアビジネススクールの先行研究によると、イギリスの政府統計、オンライン調査、銀行の口座情報などを使って約300万人のデータを25年分も収集し、全員の協調性スコアと比べたそうです。その結果、子どもの頃に協調性が高かった人は大人になってから経済的な問題に追い込まれがちな人が多く、また破産する確率が協調性が低い人と比べて 50% も高くなるんだそうです。まあ、協調性の高い人というのは人間関係を重視するあまり、お金に対する優先順位が低下しやすい傾向があるんだそうです。例えば、まあ、同僚に飲みに誘われて、まあ、断れないから行くとか、自分は先輩なのだから、まあ、後輩におごらないとみたいな感じですよね。まあ、自分も実はそういうのあったんですよ、昔。今はないんですけどね、自分の性格を知ったから、今はそういうことはもうしないんですけれども、昔はそういうことがありました。いい人なのに借金が多くなってしまうっていうのは、まあ、非常に残念なことですが、まあ、いい人で周りの空気を読んでしまうからこそ余計なところにお金を使ってしまうということなんです。逆にお金がある人の特徴としては、協調性が低くナルシストな人が多いんだそうです。まあ、一言で言うと、まあ、嫌なやつみたいな、まあ、そういう感じですよね。はい。で、ちなみに自分で言うのもなんですが、まあ、自分で言うのも恥ずかしいんですけど、まあ、僕もですね、協調性が非常に高い部類に入ります。自分の協調性は遺伝子検査やビッグファイブテストという性格診断で調べることができます。性格というのは生まれた瞬間にほぼ決まっていると言われていて、遺伝子検査では自分が生まれた頃から持っている基礎的な性格を知ることができます。ビッグファイブテストは開放性、誠実性、外交性、協調性、神経症的傾向という5つの性格特性を調べることができるのですが、まあ、僕の場合、遺伝子検査もビッグファイブテストも協調性が高い結果でした。
なので、僕は科学的に見ても協調性が高い部類に入るので、まあ、自己破産をしやすい、まあ、借金をしやすい人間というふうに見ることができるわけです。まあ、逆に言うと、まあ、自分で言うのもちょっとおこがましいんですけど、周りの人間から見ると、まあ、義秀って実はちょっといい人なんじゃないのっていうことになる なるわけですよね。まあ、ちょっとなんか知りませんけど。うん、ということで、あの借金まみれで自分はなんてやつなんだっていうふうに思われているそこのあなた、実は協調性が高くて、周りの空気をよく読んでしまうことで、自分が意図しないところでお金を使ってはいないでしょうか。まあ、いい人になるにもある程度の経済力が必要です。まずは自分優先で生きていって、経済力がある程度ついてきたら、その経済力でいい人になっていきましょう。まずは自分の幸せを優先に考えて行動していきましょう。この動画が役に立った、面白かったと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。LINE、Instagram、TikTok もやっていますので、合わせてフォローしていただけると嬉しいです。LINE に関しては、義秀に直接メッセージを送ることができるようになっていますので、ご意見、ご感想、ご質問などがあれば、いつでも LINE してきてください。それでは本日もありがとうございました。さようなら。